シェルピンスキーのギャスケットシェルピンスキーのギャスケットはフラクタル図形の一種であり自己相似的な無数の三角形からなる図形であるポーランドの数学者バツワフ・シェルピンスキーにちなんで名付けられたシェルピンスキーのガスケットシェルピンスキーの三角形シェルピンスキーのザルとも呼ばれる作図例シェルピンスキーのギャスケットはフラクタル図形であるため正確に作図することは不可能だが 以下の手順を繰り返すことで、近似的な図形を作図できる。なお、繰り返し回数を増やすことにより、望むところまで近似のレベルを高められる。正三角形を用意する。正三角形の各辺の中点を互いに結んでできた、中央の正三角形を切り取る。残った正三角形に対して2の手順を無限に繰り返す。上記の手順の結果できる図形が、 シェルピンスキーのギャスケットである。シェルピンスキーのギャスケットの一部にズームしていく、ヨースハウスドルフ次元は、ログ3、ログ2であり、1次元と2次元の間の値を取る。この図形は有限の面積の中に、無限の長さを包含している。シェルピンスキーのギャスケットを3次元化した場合、表面積は一定で、ハウスドルフ次元は2である。この場合、空洞部に該当する立体は、 正三角形を八面、有する正八面体である。これは、フラクタル図形の特徴の一つであり、現実の例えば人体における血管の分岐構造や、腸の内壁がフラクタルであることの理由の一つであろうと考えられている。ルール90を使って、シェルピンスキーのギャスケットを作図する、ヨースシェルピンスキーのギャスケットは、以下のような方法でも作れる。 同様のフラクタル図形の例として、0次元と1次元の間の値を取る、カントール集合や2次元と3次元の間の値を取る、メンガーのスポンジなどがある。ありがとうございます。